そろそろお腹が空いたのでパスタを作ります。冷蔵庫にあるものを使ってやります。髪の毛跳ねてるけど気にしないでね。これはベーコン入れで、このダイヤルで賞味期限を表示できるから便利です。ゆで汁を入れてみて、入荷したらパスタ入れます。で、これで元の出来上がり。はい、できました。ペペロンチーノです。超簡単。いただきます。茹でるときに塩多めに入れたので結構味がちゃんとついてて美味しいです。